2階級上怖さというのか、まあそこはちょっとありますね、うん、僕はもう戦う気満々なんで。軽量台で知ったの、その前から事前情報。いや全く知らなかったです。はい、心境的には。対戦相手の方がまあ初めてなんで、まあ軽量のじゃない試合の前日にもなって、相手の心配というか状況を考えてもしょうがない、うん、今日はもうやるべきことがたくさんあるんで、自分自身集中します、うん、そう、怒りのようなっていうのは向こう挑戦者で湧いてくる。まあ僕がねどうすることもできないことなんでね、相手のことなんで、そういう感情はないです、うん、この集中が乱されたりとかそういう感覚はもうあっても無理はないかなと思います。それもなさそうですね。ないですね今、はい。まあ、これどうなるか分かんないんだけど、当日の体重制限するのかどうか分かんないけど、まあそういう、まあ、重いやつとやるっていうで、王座がまあ動かないというか、まあ、負けたら剥奪になっちゃうけど、そういう状況に関してはどうか。まあ、王座剥奪も自分なんていうんですかね、こう相手に王座が渡らなかったりとかするのも、うん、自分が負けるのも、うん、自分から王座がなくなることには変わりないので、うん、そこはまああんまり関係なくて、うん、まあ、勝つだけです、うん、ただ55キロっていう、まあ50、うん、そうですね、2階級上、ね、ほぼほぼそこに対してはもともとパワーもある選手なんで、うん、警戒というのか怖さというのか、まあ、そこはちょっとありますね、うん、ちょこっとのオーバーならねまだあれなんですけどね、うん、最軽量ちゃんと落としてほしいな。まあ何時間ですか？2時間無理だと思います。いやリミットまでじゃなくて、ある程度落としてほしいなみたいな気持ちは。まあもう2階級上の選手でやる必要ないよね、ボクシングね、うん、まあちょっとね、まあ相手次第なんで、そこはもう何も、うん、これはオフィシャルの決定に従っていくところだね。そうですね、うん、自分は明日思いっきりやりますね。まあちょっと髪も染めて、久々に染めて若返ったんで明日は暴れたいと思います。ちょっと簡単にここからやるべきことっていうのは、リカバリー含めてどんなこと？まあ本当リカバリーですね。食べること、うん、飲むことに集中します。あと余計なこと考えないように。チャンピオンの勝負飯なんでしたっけ？勝負飯ですか。今から、トレーナー作ってもらった雑炊、サムゲタンとか雑炊かな、雑炊食べて、まあ夜うなぎ食べます。いつもひつまぶし食べますね、名古屋の。東京の今日は。まあ今お父さんがちょっと言ってたけど、試合やらないっていう選択肢は向こうがやるんだったら自分の中ではない。僕ですか？僕はもう戦う気満々なんで、はい、戦います。ありがとうございます。じゃあ明日よろしくお願いします。頑張りです。お疲れ様でした。少し落ちるかもわからないですね。